幸福っていうのはものすごく深いものだと思っているんですね。で、もともとはアメリカ合衆国で誕生した、そして日本国憲法にも受け継がれた幸福追求権っていうのはです、ね、非常にあの僕はあのすごい思想だと思っていてで、例えば最近の同性婚ですよね、同性婚なんかも、僕は基本的に幸福追求権の一環だと思ってるんですよ。つまりあの、まあ、他人に迷惑をかけたいね 公共の福祉この公共の福祉っていうのもあまりあの不必要に、ね、振り回すといろいろ問題が起こると思うんですけども、えー、そういうことがない限り、えー、自分の幸福を追求する権利があるとこれはある意味では僕は大発見だと思うんですけど人類史上のですね。なのでその、えー、例えば同性婚の方っていうのはその、えー、同性の方と結ばれるのが幸せなんでしょうし、あのー、まあ例えば数学が好きな人は数学を。 考え将棋が好きな人はね将棋を考えるのが好きなんだろうしその幸福のあり方っていうのはその、えー、人によっていろいろ違ってくると思うんですよでその幸福についてですねまず僕が強く思うことの一つっていうのが、えー、おとき話などを通してですね我々間違ったあの、まあ、型を覚え込まされてるんですよねそれ何かっていうとあの、まあ、例えばプリンスとプリンセスが 先生離れいいいになっっていててろろ苦難があってですねその苦難を乗り越えていった時に最後に幸福というのが待っていてハッピネスというのが待っていてでそのハッピネスがあの得られるとその後二人はいつまでも幸せに暮らしましたみたいなことを言うおとぎ話が多いんですけどこれはあの実際とは違っているとそのジョン・ボールビーがですね愛着理論アタッチメント強オリーっていうのを作ったわけですね。ジョン・ボルビーが、まあ そのまあ、セキュアベース、安全基地という概念を出したわけですね。子供ってそのいろんなことにチャレンジしていく上で、一番必要なのはそのセキュアベースであるとで。セキュアベースがないといろんなことに、えー、チャレンジできない。えー、つまりですね、えー、何かその子供ってのは世の中のことあんまり知らないわけですから、未知の部分、未知の部分が多いわけなんで、えー、自分を守ってくれる、自分のことを全面的に承認してくれる、自分の個性がどういうものであれ、えー 何かが苦手だったとしても何かが嫌いだったとしても何かがすごく好きになっているとしてもちょっとコミュニケーションのあり方にも癖があるとしてもそういうことを含めて自分を丸ごと受け入れてくれる人がいるというそれがまあ母であり父でありおじいちゃんおばあちゃんであり、えー、保育園幼稚園の先生であり広、まあ、い,ろいろひろみたでの社会のいろんな大人たちそういう大人たちを与えてくれる安全基地セキュアベースがあれば その大人たちにアタッチメント愛着っていう概念をあのあの気持ちを持ってそれで、えーまあ、それが出発点となっていろんなことにチャレンジしていけるっていうのがそのジョン・ボロビーの偉大な発見なんですけどそこでの幸福当然子供は幸福なんですよね自分の個性を丸ごと受け入れてもらってでそのことによって、えー、自分の、えー、道が開けていくのだとするならば、えー、幸福なんですけどそこにおける幸福というのは実は 出発点ななんです、ゴールじゃなくて。だ多くのおとき話で最初は苦労していて不幸で足りないことがたくさんあって何か見さええてなくてでいろいろ苦労した結果最後に、えーそのまあ、幸福が得られるそしてその後はずっと苦労もなしにいつまでも幸せに暮らしましたみたいな、えー、エンディングにしてるっていうのはこれは何て言うか実態とは違っていてむしろ出発点で幸福でいいんですよね。 で幸福になっちゃうと人間というのはあのー、なんかそれでもうそれ以上まあ努力しないっていうのかな、あのー、もう満足しちゃって、えー、ハングリー精神がなくなっちゃって何も学ばなくなっちゃうっていうようなことを考えるんだそれとそれは人間のことはあまりにも分かってないんで人間といのはむしろそこからスタートするんですよねそこから何、あのー、ていうかいろんなことを学んでいくんでだからそのハッピースっていうのは出発点。 なんだとで特にその自分のことを受け入れる自分の個性を受け入れるっていうのがそのハッピネス出発点としてのハッピネスなんですねだからこのゴールとしてのハッピネスではないんですよね出発点としてのハッピネスなんですね で、このことはですねあのものすごく僕は重要なことだと思うんで例えばじゃあ世の中の施策としてハングリー精神が必要なんだからタフラブって言葉も英語でありますけどとにかくそんな助けなくてもいいんだとあの勝手に自分であの早がってこいみたいなことを言う人いますけどこれは完全に間違ってるわけで特に子供とかですね若者に対しては。 セキュアベースが必要でその安心できる安全基地があるからこそ,、えー、そのなんていうか我々は、えー、努力することができるし、えー、未知のことにチャレンジすることもできるんでまずは幸せになってほしいだから僕はこれを聞いてる全ての方に申し上げたいのは今日この時今すぐ幸せになってほしいと今の自分の個性を受け入れてでそれで幸せになってほしいと。 でそこすべて幸せであるからこそ努力できる努力があるもう一度言いますね幸せであるからこそできる努力があるというのが、えー、このような実相なんですよねだからあの出発点としてのハッピネスが大事だとなので僕はおとき話のですね、えー、なんかその最後に、えー、そして2人はいつまでも暮らしましたみたいな方っていうのは下手するとあれってあの天国のことなのかなと思ったりもするんですね キリスト教とかの思考で思想であの最後はその、えー、最後の審判があってでその後ずっと永遠にあの例えばじゃあ、えー、天国で暮らせるみたいなねそういう発想思想ってあるじゃないですかだから下手するとおとぎ話でのそしてプリンスとプリンセスは、えー、と幸せにいつまでも暮らしましたっていうのはまあなんか天国みたいなところでしょでもそれ以上も学びとかないわけじゃない、ね だいずれにせよ我々のその何て言うかえ生活の実態とは違ったものだなと思ったりもするんですけどでこのですねえっと幸せということについて非常にその問題なのが評価関数ってことですねは幸せの評価関数っていうのがものすごく重要なことになってくるんですけどこれはですねあの有名な研究であのフォーカシング・イルージョンっていうのがありまして ノーベル経済学賞を取ったダニエル・カーネマンですね、ThinkingFirst&Slow のダニエル・カーネマンが、まあ、そのフォーカシングイリュージョンっていうことを研究していると、とつまり幸せっていうのは絶対的な条件があるわけではないと、これ、冒頭に申し上げている、幸せっていうのは個性、自分のありのままを受け入れることだということとすごく関係するんですけど、あのその世の中にその評価関数っていうのがあって、何かそのじゃあ、点数がつくと。 でその点数がつくっていうのはあの、まあ、自分が決めてる基準である場合もあるし他人というか社会が決めてる基準である場合もあるんだけどとにかく点数がつくというような思い込みってい意外とあるわけですよね。でその点数がついて点数が高くないと幸せになりないと。だからそのなんかチェックリストみたいなのがあってね多分じゃあ仕事があるかないかとか、えー、収入がどれぐらいであるかどうかとかパートナーがいるかいないかとか、うん、子供がいるかいないかとか。 そういうい幸せのリストがあってそのリストをチェックしてクリアしていかないと幸せになれないみたいな思い込みってのは世の中にあってそういうまあ記事なんかも番組なんかもよく世の中で見ますけどもこれは違うということがそのダニエル・カーネマンらの研究で分かっていることなんですよねその例えば有名な事例だと宝くじが当たった場合当たらない前と当たった後でなんで幸せが違うかとこれどうしてこういう研究が設定としていいかというと 宝くじが突然当たった人っ人いうのはその、例えばですね仕事がうまくいってお金持ちになった人っていうのはその仕事がうまくいったことで幸せになっているのかそれとももしそれが幸せになっているとするならですよその仕事がうまくいった結果お金が儲かったことで幸せになっているかってことがコントロールしにくいいじゃないですか。同じようにその例えばじゃあ他人から認められた。 っていう、ね、こともすごく幸せの条件の中に入ってるかもしれないじゃないですかだんだん。例えばじゃあ仕事がうまくいって成功してお金が儲かった人が幸せになったとするしてもですよあのそれが何の要因によるかっていうことを <laughs> 無理すんのは意外と難しいですよね。なんで宝くじっていうのは、まあ、宝くじを買う人とか買う行為っていうのがちょっと募集団として。 ちょっっととと他の集団とは違うってことはあるかもしれないんだけどまあその場合でも宝くじを買って当たらなかった人と比較すればいいわけで,で当たったことによって当たったってのは全く外部的な要因でその人の,その生活と変わらないんで生活には関わらないんでだからその当たった人と当たらない人を比較すれば、えっと、その純粋にお金が得られたっていうことによってどれぐらい幸せが変わるかっていうことを 評価できますよねでその結果あんまり幸せは変わらないと優位に変わらないとで同じようなことは結婚するかしないかとか子供がいるかいないかとかそういうさまざまなその通常その通俗的に幸せの条件だと思われているようなものっていうのはその幸せの星とは関係ないってことが分かっててでそこからその、えー、とカーネマンらはフォーカシングイルージョンっていうのを見つけるわけですよね。フォーカシンングイルージョンっっってててのは幸せがこういういい条件にあの成り立ってるってことを 思い込んじゃってそれでその,、えー、とその幸せの条件が満たされないと幸せになれないんだっていうその幸せのフォーカシングイルージョンっていうのが、まあ、あるということをカーネマンらは見つけたわけですね例えば面白い事例としてはそのえ、まあ、今地球が温暖化してるんでなかなかいろんなことが変わってきてしまいましたが気候が温暖であると幸せであるみたいなイメージがあるとすると。 そうするとアメリカの中でも気候が温暖なカリフォルニア州と冬なんかでずいぶん寒くなるオレ,ンオレゴン州とかねあのモンタナ州とかそういうところでは人々はじゃあ幸せの度合いが違うのかっていう比較研究をすることができるんですけれどもそういう比較研究をした結果実はその気候によっては人々の幸せは変わらないということが分かっているわけなんですね。だからその えっとまあ、気候でもそうですしお金でもそうですけども、えー、そういうなんかその、えー、と人間のその何て言うかな生きていく上でのさまざまな幸せの条件みたいなのがあってその条件が満たされないと幸せになれないだと思,う思い込むのはこれはイルージョン幻想であるとだからそういう幻想を持ってしまうことによってかえって不幸せになってしまうってことがうーんあると。 いうことなんですねちょっとこれってなんか仏教思想にも近づいてくると思うんですけどつまり何かに対する執着っていうか煩悩があると何か執着とか煩悩があった時にその執着とか煩悩から離れられると実はその人は幸せになれるんだけども、えー、その執着とか煩悩にこだわってしまうとかえって不幸になるっていうのが、まあ、仏教思想だと思うんですけども、えー、とこの行動経済学などの,の現代のですね 心理学学認知科学とそういうい、えーまあ、なんでこれ経済学っていうかっていうと経済ってのは結局評価に関わることなんでこの評価関数ですね。なのであの経済ってのは貨幣価値を扱うわけなんですけど貨幣ってのはそのは人間の作り出した、えー、幻想のイリュージョン。イルージョン価値のイリュージョンですよね。だからか、えー、経,済っていう経済学っていうもの自体が人間の作り出した幻想ですね。あの価値という幻想の 学問だという言い方もできるんですけどそうなってくると当然そこ,そこでその幸せっていうですね、えー、価値の幻想とも当然関,わ、えー、関係する領域が出てくるわけなんでそこでその、えー、幸せのフォーカッシンングイルージョンってことこがあの、まあ、出てくるわけなんですねだからそのいかに幸せというものが幻想であるかということを理解した上でその幻想を成立させる 要素というのもまた幻想であるということがあのまあ分かっているわけなんですね。でこのこととですねその出発点としてのハッピネスってことはすごく関係していてつまり出発点っていうのは何もないわけじゃないですか。だからまあ例えば人赤ちゃんとか子供っては何も持ってないわけですよね。じゃあ幸せの条件として自分の家があるとか自分の車があるとかお金があるとか。 何でもいいんですけどそういうあのものが幸せの条件だっつうと赤ちゃんとか子供は何も持ってないわけだから、えー、幸せにな,、うん、な,なりようがないんですよね。なんだけど赤ちゃんとか子供の方がかえって幸せになる場合も多いというのはその幸せのフォーカシングイリュージョンにこのフォーカシングってのは何かに、えー、注目するとか焦点を当てるってこところですねそういうイリュージョン、えー、幻想だってことだと思うんですけど大人になればなるほど、まあ、知恵が出てくるんで知識が増えてくるんで。 あの家がなくちゃいけないとか車がなくちゃいけないとか今の言葉で言うと送り人になんなくちゃいけないとかですね、えー、そういうさまざまな条件がちらついちゃうんですよね港区女子みたいな生活スタイルをしなくちゃいけないとかでそういうあのことによって不幸になっていく人は多いと思うんですけども赤ちゃんとか子供って逆にそういうものは何もない何もないんだけどもしうまくいってれば、えー、お母さんお父さんが安全基地を与えてくれるって。 そういうお父さんお母さんが安全基調を与えてくれるというその何て言うかなえっ、ー、とまっさらなゼロの出発点で十分に幸せなんですよねそこからいろんなことを学んでいくことができるんですよねなのでそのある意味では赤ちゃんとか子供というのは幸せのフォーカシングイリュージョンと無縁の生活をしているだからなんかこの条件がないと幸せになれないというような思い込みがないとなのでそのまっさらな状態から、えー、幸せ てい,うかいろんんなことを学んでいくことがでできるんですよ、ね、でそのそういう意味においてはですねちょっとこれまたすごく重要な問題があるんですけどもさっきからその幸せっていうのはその全てが満たされた条件ではなくてむしろ出発点であるんだって話をしてるんですけどもこのね話ってちょっと別の言い方をするとその幸せの100点満点っていうのはないってことなんです。ここれはすごく重要なことで 多くの人があの間違っているということだと思うんですね。でこの要するにじゃライスサティスファクションってよく言いますけどもライフがあの人生じゃああなたの今人生を振り返った時にあなたはどれぐらい満足してますかってよくそういう質問をしますよね。でそのことが例えばブータンなんかも、えー、注目している幸せの、えーまあ、サーフェイ 調査なんかでも使われてるわけなんですけども幸せの点点満点といいはな,いないんですよね原理的にあえて言うならばどんな状況でも自分の状態を、えー、100点だと思えれば幸せなんですよね。樽を知るってことまあ樽を知ることができたら100点なんだけどでもたを知るってことはそれ以上学んだり発展したりすることがないということではないんですよね。 その後幸せってものすごく難しい概念になってくるんですけど、いずれにせよ、ベストスコアがあって、ね、ベストスコアに対して自分がじゃあ70点とかと50点だとか、そういう形で決まるのが幸せではないということは、えー、今までの議論からもなんとなく見えてくると思うんですよ。そうなってくると、その幸せ指数みたいなものは何を表しているのかっていうのは、すごく不思議な話になってくるんですね。あの様々な国際比較で、まあ、ブータンは幸せだと だけど、ブータンの方々も、例えば経済発展などを通して、みんなが昔はちょっと一様に質素な生活をしてたんだけれども、その中で、じゃ一部の人はそのまあ物質的に恵まれた生活をし始めると、なんかそれがその人々のパーセプションを変えて、あの幸せ度数が下がる傾向があるみたいなことも言われたりもしますよね。で、日本人がじゃ逆に今度、幸せですかって聞かれたときに、国際的に見て、日本の人の幸せ度数が低いっていうことを言われたりもすると。 で実際にそういう幸せが低いというような事象もあるのかもしれないんですが逆にその社会的な文脈で捉えたときに自分がどれぐらい幸せであるかというかっていうことに謙虚さっていうのがあるわけですねだからアメリカ人なんかが「ああいうハッピー」って聞かれた時に「ああいやさいハッピー」っていう時に英語で聞かれる時の「ハッピー」っていうことと「あなたは幸せですか?」って日本語で聞かれた時の,その幸せっていうものがひょっとしたら違うのかもしれないわけですよね。 だああいう指標をそのまま国際的に比較することはどういう意味があるのかっていうのは分かんないんですけどとにかく我々はあの覚えておかなきゃいけないのは幸せの点点満点という要するにひょっとしたらおとぎ話でそして2人はいつまでも幸せに暮らしましたっていうエンディングがあるやつはあれは幸せの100点満点があるという前提でああいう物語っていうのは紡がれているのかもしれませんが。 あの実際の我々の生活においては常にその「幸せ」っていうのはオープンエンドなんですねつ常に次の,あのなんかステージがあるというか学んで我々はずっと学び続けるわけなんで常に新しいことを知ったり新しい世界に触れたりとか出会いがあったりってことがあるわけで幸せはオープンエンドなんですよね でそうなってくると、あのなんか100点満点という、えー、状況はないと、このもし幸せの学習曲線みたいなことをですね、えー、考えたとすると、ね、幸せの学習曲線、普通逆、学習曲線というのはですねあの、えー、幸せってことがもし学びのプロセスだとするならばですね。その いかにその幸せという状態になるかってことを我々が学ぶプロセスをするならば普通学習曲線とらこういうシグモイドファンクションというのがあるわけですねこういうなんか時間とともにえっとこれが100点だとするとこういう形でその100点に近づいていくと最初はちょっと学び方が変わからなくてそのうち急速に学んでそのうちそのサチュエートするっていうかそのえ100点満点に近づくと学びがゆっくりになるっていうこれがその幸せの100点学習曲線だとしたら 100点の部分というのはここだと仮にするじゃないですか、ね。これが幸せの学習曲線なんだけどもあの問題なのはその,、えー、この100点というのは文脈が変わるとまた切り替わっていくんですね。このオープンエンドってどういうことかというと一つの文脈の中で,もで中では幸せの100点に近づいていったとしても実はその先にオープンエンドがある。例えばだからそうです、ね、家に住んで車がほ欲しいっていう。 ふうに思った数じゃないですかで実際に家とか車が得られた数じゃないですか,だかそれでじゃあ幸せになるのかというとまた次の課題が見えてくるんですよねつまり、えっと、これはあのこ,こ,ここが実は100点ではなくてここからまた新たなあそれから0点になるような、えー、新たな課題が見つかるとだから脳の学習っていうのは常にオープンエンドなんで文脈とか課題が切り替わるとまた次の課題が見えてくるわけなんですよね。 だから幸せっていうのはそういう形ではそういう形で常にそのスタート地点なんでそう考えるとその出発点としてのハッピネスっていうことを先ほど申し上げたわけなんですけど、えっと、100点の、えっと、状態ってのはないってことなんですよねでそう考えるとますますそのいわゆるライ,スサライフサティスファクションっていうですねあ,のあなたはどれぐらい今の生活に満足してますかっていう形での幸せのサーフェイっていうのはかなり疑問だということは皆さん えと共有していただけると思うんですよシェアあのなんかやっぱりそのなんかわ我々幸せっていうものについて、まあ、GDP から GDH だとかね GNH だっていう形でその、えー、と国民総幸福みたいなことを目標とすべきだいみたいなことが言われて久しいんですけどもでそ,れそういうことがその例えばある種のコンサルティング会社とかの、えー、と飯の種になってたりするのかもしれませんが。 まあそれはそ,れでそのコンサルティング会社の方々はあの幸せなんでしょうけども、じゃあどれぐらい我々が真実に近づいてるかっていうと、どうもなんか居心地の悪さがあって、つまり幸せというものがないと言ってるわけではないんですよ。おそらくあるんだと思うんですよ。で、それは典型的には子供の安全基地なんだと思うんですね。で、安全基地ってのはもちろん大人になってもあって、その安全基地のレベルっていうのは、これもいろんな形でメトリックで調べるんですけど、その子供の時の安全基地の なんかレベルというか水準というのは大人になっても比較的に受け継がれていくとでも大人になってじゃあ安全基地が低い人はどうすればいいのかというとやっぱりその安全基地を支えてくれるような例えば人とのつながりとかですね自分が持っているその,あのスキルとかすでに自分が持っている例えば自分の過去というのも安全基地になったりするんですね自分の過去が過去においてどういう経験をしたとかそういうことがあの自分の安全基地になってくれたりもするんで だ常に過去を振り返って過去を育てていくことによって自分の中の安全基地を育んでいくことができるんですけどもでその時にただその自分が今じゃ振り返ってみてあの安全基地があると恐らく安全基地があるっていうことイコール幸せっていうふうに言ってもいいと思うんですねこれ,これは非常に重要な視点で、えー、なぜ重要かというと幸せというのは安全基地として捉えた場合に それはゴールじゃなななくて出発点になるからなんですけどねででこの「幸せイコール出発安全基地」という、えー、新しい視点からですね幸せっていうものを見るとそれは常に出発点だとするとその満足が100%であるってことがあるはずないじゃないですかある意味では幸せもしね幸せを安全基地として捉えるとするならばその状態がどれぐらい満足ですかっていうとそれは0%なんですよねよろしいですか だってこれからいろんなことを学んでいかなくちゃいけないわけです経験していかなくちゃいけないわけじゃないですか子供とか赤ちゃんっていうのはこれからいろんなことを経験していくわけですから経験値としては0%なわけですよねだけど幸せとしては100%なんですよ。自分のことをもし個性を、ね、パパとかママとかおじいちゃんおばあちゃんとか周りの大人幼稚園の先生保育園の先生子供への先生が受け入れてくれたらばそれは安全基地としては100%なんです。 安全基地としては100%なんだけども学習曲線としてはまあゼロだと感じられるっていうのが一番幸せなことなんでそのことをうまく統合する概念がないんですよねだからそのえっ、ー、と安全基地としてはイコール幸福だとするとねねねだある意味ではだから えとなんていうかな満たされてるっていうその今の自分でいいんだっていう何ていうか満足感はこれがだから通常その、えー、とライフサティスファクションとして、えー、国際的にもサーフェスされたことなんですけどこれは100%なんですよ。ろしいですかだけど学習としては0%なんですだからこの ここのですね、矛盾っていうのがすごくやっぱり僕は整理されなくちゃいけないと思っています。これは学問的にもそうだし今この「自分だけの部屋」というフォーマットの中で皆さんにお話してるんですけども学問としてだけじゃなくってその一般のパーセプションとしても幸せであるってことは100%満足してるっていうことなんだけど感情的にはね今の自分でいいんだっていうでも自分の今の自分でいいんだっていうのは成長しなくてもいいんだっていうことではなく 今が出発点なんだっていう意味においていいんだってことなんでそうなっていくると学習の積み方としては0%なんですよ。ここのパラドックスがものすごく味わい深くて逆にその安全基地が得られなくてえっ、ー、と今の自分に満足できない人っていうのは逆にその守りに入ったりするんでそうなっていくと今の自分がゼロだということを今の自分が出発点に過ぎないっていことを認められなくなって えーと今の自分に対して持ったりとか、えー、なんていうんですかね、マウンティングしたりとか、今のよ日本のネットでよく見られる光景ですよね。あの自分を大きく偉く見せてかけたりとか、あの他人に対してマウンティングするっていうのは日本のネットで今残念ながらよ,よく見られる傾向だと思うんですけど、ああいう事象がなぜ生じるかっていうと、むしろその自分に自信がないから、あの安全基地がないから。 そういうふうになってしまうんだと思うんで、だからそう考えると、この幸福とは何かというかですね、安全基地とは何かっていう問題と、それからそれがどう我々の学習に結びつくかっていうことの問題っていうのは、ものすごくなんかあの、深い問題があって、だから僕はやっぱりその、幸せ度数なんかの国際比較なんていうサーベイはあんまり意味がないと思ってるんですね。その意味っていうのは今申し上げたようなことでございます。じゃあ、えっと、えっと、その、 今日からどうすればいいのかっていう話なんですけど、皆さんがね、ちょっと最後にそういう話をして終わりにしたいと思うんですが、あの、まずはだから、自分の安全基地を確認していただきたいんですよ。で、それは、あの、自分の個性を振り返ることから始まるんですね。自分の個性っていうのは、あの常々申し上げているように、そのミラーシステムって形で、他人という鏡に映った自分を見ないとわからないんですけど、その他人という鏡に映った自分を見たときに、 えー、その自分が出発点としていいかってこれこれこそこも重要なポイントなんですね。その出発点として今の自分を受け入れられるかどうかが、えー、安全基地としての幸せの前提なんですよね。だから、あのー、ある意味では我々それぞれ個性を持って生まれてきてるわけですよね。で生きていく中でいろんなことを経験してそのことによる個性もあると。じゃあいろいろ足りないところもあるかもしれないし苦手なこともあるかもしれないんだけど今のあなた。 今の自分がこれからの学びのプロセスにおける出発点として受け入れられるものですかって。で、この答えは常にイエスでなくちゃいけないし、イエスであってほしいんですね。だって今の自分が物足りないとか、いらんあの気に食わないって言ったって、チェンジプリーズしたらだって自分じゃなくなっちゃうんです。だから、だからそう自分という個性が他の人と置き換わったら、それはもう自分ではなくなっちゃうんですよ、原理的に。 だから常にやっぱり自分というものは受け入れるしかないんですけどもその自分を受け入れた時にその出発点としての自分をどれぐらいその自然に無理じゃないですよ自然にあの抱擁できるかっていうか自分自身の個性を抱擁できるかどうかっていうのがすごく重要なことこれをまず確認してほしいと。 そうは言ってもその安全基地がある自分の個性を出発点だと思えるかってことですね。皆さんそれぞれね、これを聞いてらっしゃる方、はそれぞれいろいろいろなことを学んできて、技術を結び身につけて、で、あの、いろいろ成し遂げられたらししゃるとは思うんですが、ただね、あの、世の中ってどんどん変わってるでしょ。今人工知能なんかも出てきてるし、学ぶことって無限にありますよね。だとしたら、今の皆さんが出発点でしかないっていうか、 ゼロパーセント、学習曲線のゼロでしかないような見方ってのは常に発見できるんですよね。じゃあその見方を発見したときに、じゃあ頑張ろうと思えるかどうかって。じゃあ頑張ってみようと思えるかどうかって。頑張れること、学ぶことができることが幸せなんですよね。学ぶことが、えー、っと、幸せっていうのは、もう最初に言ったように、ゴールではないんですよね。幸せは出発点なんですよね。出発点だとすれば、そこからいろんなことを学んでいけるということこそが幸せなんですよね。 で、そうだとすると皆さんは本当にここの底から今の自分はゼロだとこれから学ぶことがたくさんあるとそういう謙虚で控えめな気持ちになれるかどうかっていうこの2つをですねぜひちょっとチェックしていただきたいなと今の個性があの本当にこれでいいんだって私の出発点は私というのは私という存在はこういう存在なんだってことをまず思えるかどうかそれから今の皆さんがえー 学び、これから続く学びの出発点でゼロであるというふうに思えるかどうか、この二つをぜひちょっとチェックしていただいて、この二つの答えにイエスと答えられたら、あなたは最高に幸せな人です。もし今の自分を受け入れられますかイエス今の自分が学びのスタート地点でゼロだということを受け入れられますかイエスこの二つの質問にイエスと答えられたら、 あなたは最高に幸せな人です。以上、私の自分だけの部屋の、えー、今回のお話は以上となります、えー。もしよろしければ最後まで聞いていただいてありがとうございます。チャンネル登録してください。それまた